い、どうも、トシボイジチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日はこちらでございます。エヴァンゲリオンの世界は、現実に起こっていた。林さんが前、はい、ちょっと前に、エヴァンゲリオン、新世紀エヴァンゲリオンのね、はい、劇場版のやつの、まあ、動画上げましたけど、はい、まあ、結構社会現象になっているような状況でございますけれども、なってないんじゃない社会現象に。チンエヴァンゲリオン。なってたらさ、もっと見られるはずだろ。いやいやいや。びっくりするぐらい、あんだけ新エヴァンゲリオンの動画、考察めちゃくちゃ上がって、みんなすごい回ってるのに、はいはい、俺ら出したの、過去最低クラスに見られてないっていう。お寿司ぐらい見られてないよ。過去、岸本さんがやってた、ね、次郎は寿司の夢を見るでしょ。そうそう、あれぐらい見られてないよ。いや、もうね、今、皆さんぜひそれ二つね、載せとくんで、そう見ていただきたいと思うんですけど。お寿司とエヴァね。でも僕ら以外のところでは、新エヴァンゲリオンブームは起きてるんです。僕ら以外のところで、ね。巻き起こってるんです。巻き起こってます。実際問題。うん、で、実はですね、その新エヴァンゲリオンに合わせるかのごとく、うん、すごいね、そのエヴァの世界観まんまちょっと取り上げたようなニュースが出てきたんですよ。お、それがですね、地界文書、はいはい、新しいものが発見されるニュースでございまして、うん、ありましたね、はい、60年ぶりとかかな、うんうん、なんですよ。で、まあそれが3月ぐらいにもその情報出てるんですよ。3月16だったかな、はい、に出てて、で、イスラエルがまあその、イスラエルの考古学庁っていうところが、うん、その新たな断片が60年ぶりに出たっていうのをまあ発表したんですけども、うん、はい、で、まあこの地界文書っていうのが何かっていうと、まあ旧約聖書とかのまあそういう、写本みたいなのが書いてあるやつの断片だったんですけど、うん、これエヴァの世界でも結構出てくるんですよね、視界文書っていうのが。で、まあ、裏視界文書とかって言われてるんですけども、まあこれどういう、はい、エヴァの中でどういう感じかっていうと、その、裏視界文書みたいなものをゼーレっていう、秘密結社みたいなのがあって、はい、でそのゼーレがその、まあ、そのシナリオっていうのをその視界文書によってこう予言できているから、まあ、そういうのをこう、そうなんだ、作っているんじゃないかみたいな感じかな。まあ、要はゼーレが持っているその秘密の本みたいな感じ、うんうん、予言書みたいな感じなんですけど、はいはい、でそれがまあ実際の世界にもまああるわけですよ、うん、でその視界文書っていうのは別に、この度発掘されたものではなくてずっと昔からあるんですけど、うん、まあ断片的にちょっとずつ、まあ見つかってきて今に至るって感じなんですけども、うん、はい、でまあその視界文書、視界っていうのは、まあ死海ね、死の海っていう場所があって、うん、まあ、その死海の、うん、近くで取れたからっていうところから、うん、まあ、できてるやつなんですよ、はい、で、まあ、これが60年ぶりに発見されたと、うん、しかもその発見された場所っていうのがすごいね、なかなかないような場所、うん、まずそんなところ行かねえだろみたいなところで見つかっていると、うんうん、でそれが、まあ、海外では その地元では恐怖の洞窟って呼ばれるところで、うん、ドラクエじゃん。そうなんですよ。すごいね。恐怖の洞窟で、視界文書っていう伝説のアイテムみたいのが見つかるっていう、本当にゲームとかアニメの世界みたいなことがあって、すごいね、うん、でこの恐怖の洞窟っていうのは何かっていうと、まあそこに行くまでに、うん、もうそもそもその、ちょっと命がけで行くぐらい険しいようなところにあって、うん、よりドラクエじゃん。で、しかもその洞窟の内には、うん、まあ、骨とかもいっぱい散乱してるような。ドラクエじゃん。本当に死んでるっていう。ドラクエじゃん。まさにそうなんです。うん、でそのところにたまたま調査に行ったら、ほうほう、まあ、見つかったみたいな。すごい。本当に。ことなんですよ、うん。こんなタイミングで、うん、まず見つかるのすごいなっていうことで、うん、実はそのエヴァファンとか、うん、そういう人たちも結構ツイッターとかで盛り上がってると。そうね。うん、で、その碇シンジ君、エヴァのね、碇シンジ君の声優さんの尾形めぐみさんっていう方も、はい、うん、視界文書が見つかったのかみたいな、うん、これはあのゼーレのシナリオじゃないのかみたいな感じのこととかも言ってたりすると。僕らお会いしましたよね、一度ね。すれ違いね。すれ違いね。ラジオだったから。そうそうそう。うん、そう、視界文書こんなところにっていうツイッターをつぶやいてちょっと盛り上げるみたいな。いいですね。さすがだなと思いましたけども。うん、だからまあちょっとエヴァファンの間では、うん、マジか、このタイミングに合わせるなんて、これこそがゼーレのシナリオなんじゃないか、確かにね、みたいな感じでちょっとこう盛り上がっていると、うん。で、さらに、加えること、うん、プラスですね、南極大陸で新生物発見っていうニュースも、ここ最近あって、2月だったかな、はいはい、あるんですよ。うん、これもまた、
エヴァの世界観と全く似ているところがありまして、ね、その、セカンドインパクトかな、うん、の、まあ、その、起こった、原因となるのが、その南極大陸で、アダムっていうのをなんか発見した時に起こった爆発だったみたいな感じのことなんです。はいはい、確か最初の人でしたっけ？そうそう。うん、だから、南極大陸で生物が発見されるっていうのが今年に、新生物発見が今年にあって、近い文書が発見されると、うん。そんな流れあるっていう感じで。じゃあこれさ、うん、セカンドインパクト来んじゃねえの？いや、そうなんですよ。うん、だから、マジで。エヴァのストーリー追ってけば、何が起こるかわかんじゃねえのみたいな感じになってきて、うん、で、さらに、そこに加えてですよ。はい。新エヴァンゲリオン、うん。ね、あなた見たやつですよ。うん、唯一見た映画のやつ。エヴァね。新エヴァンゲリオン、うん。劇場版。はい。で、出てきた、あの、乗り物あったでしょ。乗り物？うん。ブンダーっつったかな。いや、あれ、まあ、あるものを、こうイメージして作られたんじゃないかって言われてて。うん、ノアの箱舟、ね。おお、そうなんだ。なんですよ。うん、で、あの、話の中でもちょっと出てきたんですけど、うん、あの、あらゆる生命の種みたいなのを、ここに、うん、まあ、保管していくみたいな話がちょっと出てたと思うんですよ。うん、あれって、まあ、まさにノアの箱舟の話に近いじゃないですか。そうですね。そう思いました、見てるとき。ね。だって、あの、ノアの箱舟っていうのは、まあ、その、大洪水を起こしちゃって、うんうん、で、ノアが作った箱舟に、まあ、いい人間というか、うんうん、いい、正しい人間というか、うん、なんて言うんだろうな。まあ、その、ノアさん。ちゃんとした人たちを乗っけて、うん、さらにそこに、生物とかも乗っけて、そうそうそう、まあ、そこで新しい、ね、そうそう、うん、国を作れるみたいな状況にして、はい、まあ、助かるっていうのがノアの箱舟じゃないですか。うん、だから、まあ、その世界観とかなり合致してるじゃないですか。うん、エヴァのその、ブンダーのやつも ね。だから、まあ、おそらくそれをイメージしてるんだろうということなんですけど、うん、実は、また最近、何？新しいニュースがありまして、はい、それがですね、アメリカで、うん、月に、うん、ノアの箱舟計画が出ていると。月にノアの箱舟を建設しようっていう計画。あ、そういうこと？うん、だから、あの、地球が滅亡するときに備えて、うん、月にもその、ノアの箱舟を建設してしまって、そこに、さっき言ったような、あらゆる、その、種子とか、そうか、胞子、精子、卵子のサンプルとかを保管するみたいな計画が、うん、もう本当にアメリカのアリゾナ大学の研究チームがもう、提案している。はいはい。これ、あれ？見たことあるんじゃない、うん、みたいな。そうね。逆にもう、エヴァからヒントを得てんじゃねえぐらいの感じの。確かに。ね。ことなんですよ、うん、要はエヴァがやっていることを、うんうん、そのまあ未来で起こることなのかもしれないと、うん、だエヴァあそこでやってたことは、はい、今後起こりうる、はいはい、僕らのいる現実の方で起こりうる計画をだいぶ先に教えちゃってるんじゃないかっていうふうにも捉えられるというふうな感じなんですよ、うん、ことはエヴァ初号機に誰かが乗らんといかんということですよねまあまあエヴァの世界がまんま来るならねいやいやいや、うん、誰だろうっていう顔すんの。エヴァンゲリオン初号機パイロット碇シンジです僕でしょ。言ってきました、うん。来ましたね、やっと。やっとね。うん、この命って、何に使うのが正解なんだろうって僕ちっちゃい頃から思ってたんです。はいはい。これは人のために使うものなのか、うん、いやいや人生一回きりやから自分の好きなの使ったらいいんじゃないとか思ってたけど、うんうん、違ったわ、うん。エヴァに乗るための命でしたわ。あなたこの間33歳になった誕生日の生配信やりましたけど、はい、もう乗れないんですよ。え？かなり、その、未来に起こりうることが、エヴァの話の中ではかなり出てると。寄ってきてますね。いうふうに考えたときに、うん、もしかしたらあれもそうなんじゃないか、うん、これもそうなんじゃないかってなってくわけですよ。うんうん、確かにね。ちょっと前に僕らも動画で取り扱った、モノリスがいろんなところに出てくるっていう話あったじゃないですか。ありました。で、あれも不思議だなみたいなことだったんですけど、うん、あれもエヴァの中で、モノリスっぽい奴ら出てきません。うん、ゼーレ？そうです。うん、ゼーレ、うん。ゼーレの構成員たちがあのモノリス型でみんな会議してるみたいな、はい。しましたね。もしかしたら、あのモノリスみたいなのも、なんかあの、ゼーレみたいな奴ら、うんうん、人間のその精神とか、うん、そういう、機械とその精神の融合しているものみたいなことかもしれないとか、うんうん、はい。いろいろ繋がってくるわけですよ。で、じゃこれ最終的に、うん、あのエヴァの話ってどういう風になってくんだっけっていうことなんですよ。で考えると、あれじゃないですか、人類補完計画みたいなのとか、うん、ゼーレのシナリオとかいろいろあったじゃないですか、はい。
で、どっちも、うん、まあ、共通してるようなところで言うと、その人間の肉体と精神をこう、分離してというか、はいはい、で、まあ、なんか、統一したいとかっていうのが、人類補完定律だったかな、うん。肉体と精神をどっちにしろ、こう、分けないといけない感じじゃないですか。うんうん、そういうのって、ないのかなって、思って調べたら、うん、またあったんですよ。うん、それが、実は日本のところで行われていて、うんうん、東大初のスタートアップのやつで設立されてる、うん、まあ、会社というか、スタートアップのところがあって、うん、その研究っていうのが、20年後までに人間の意識を機械にアップロードするってことを考えてる。うんうん、はい。で、まあ、その設立されたのは2019年で、うん、2039年とか2040年ぐらいまでに、人間の意識を機械にアップロードするっていうことを東大初で やり始めてる。うん、これ、うん、すごいことでしょ、できたら。要は、この計画がまあ実行された場合、どうなるかっていう、うん、はい、どういうことができるかって言ったら、うん、さっき言ってたゼーレみたいに、肉体がなくても、精神でその機械の中に生き続けるみたいなことがまあできるんじゃないかということなんですよ。なんか、不慮の事故でなくなってもセーブポイントみたいなのがあって、そこを引き出せれば、うん、肉体さえあればそこにまた思い出をつなげられるから、また蘇られるんですよね。うん。それも、まあ、怖い話だけれども、うん、僕はもう一生生きていたいから。そうね。常にね。で、これが面白いなって思ったのが、うん、その、研究して渡辺さんっていう人だったかな。渡辺さん。はい。が、まあ、その、東大に所属はしてるんですけど、うん、研究している場所が、実は日本じゃないんですよ。どこですか？でもドイツなんです。ドイツなんだ。うん、で、ドイツで、まあ、研究してる。うん、で、ドイツはそういう、精神とか、うん、うん、なんか意識に関することの研究とかが、まあ、結構進んでるみたいなことらしいんですよ、うん、はい。日本よりできるってことでドイツでやってるんですよ。うん、で、実は調べたら、うん、ゼーレってドイツ語なんです。うん、なんどういう意味なんですか？ドイツ語で精神とか、そういうような。いたぜ、おい。だからもう、これは、あのゼーレの構成員たちの形っていうのは、うん、この研究の未来の形を表してるかもしれないと。はいはい、読めたわ、全部。何がですか？何が読めたんですか？読めたわ、全部。もうこれは全部繋がってるわ、完全に。そうなんですよ。だから、まあ、その、何ですかね。読めたわ。誰なんですか？読めたわという目ですよ。そう。だから、ゼーレのシナリオ、うん、って言ってて、うん、ゼーレのシナリオ通りだとか、はいはいはい、散々みんな言ってね、ツイッターとかでも結構こう盛り上がってるんですけど、うん、結構ガチで、うん、安野さんはね、うん、監督はもうかなりのところを知った上でやってたんじゃないかとさえちょっと思える。でもそれが95年でしょ、アニメで。始まりはね。すごくない？だとしたら、うん、そのね、今回司会文書が見つかったタイミングとエヴァのこの公開結構近いっていうのも、うんうん、エヴァ公開の予定って実はだいぶ前だったんですよ。8年待ってるもんね、前からね。そう、うん。っていうか、その、今回のやつ、ね、うん、もう、その、まあ、コロナとかで、そうね。どんどん先延びになって、このタイミングになってるわけじゃないですか。うん、こう考えると、その司会文書のタイミング知ってて、ここに合わせたんじゃないかとさえ思えるぐらい、ピタッとこう、はい、続けざまにエヴァの世界観が出てると。うん、こういう風に信者が都心説作っていくんだな。なんかそういう感じするわ、今。これこそが、だから、はいはい、エヴァンゲリオン、うん。もしかしたら、その、すごい未来予知をしてるんじゃないかというお話なんです。ってことは、新エヴァンゲリオンは劇場じゃなくて現実で起きてるってことか。新エヴァンゲリオンはだから現実なんですよ。そうなんですよ。うん、でも、教会がなくなってきてますよね。映画と、映画との現実のね。現実の世界。うん、うん、はいはいはい。だからもう、皆さんね、ツイッターで、エヴァだ、うん、エヴァだ、つって騒いでるけど、うん、これ本当に、エヴァの世界来てるのかもしれない。はい、最後、実写化なったのもそういう意味かもしれないですね。ああ。現実の世界に溶け込んでいくというね、エヴァが。エヴァが、だから、エヴァの世界がすり寄ってきたから、ね、そうそうそう。現実にね。ね。うん、かもしれないですね、うん。っていう、今ちょっと話題のお話をさせていただきました。うん、ありがとうございます。はい、ということで、我々ですね、サブチャンネルもやってます。そちら、としみな T チャンネルというのでございます。ぜひそちらも登録お願いします。お願いします。我々1億人を目指しておりまして、1億人突破した暁には、はい、もうこれは、うん、ゼーレのシナリオだなんだって言ってるけど、うん、結局は、うん、安野さんなんです。
あ、まあね、作ってるのはアンノさんやからね。アンノさんをとっ捕まえたら、うん、とっ捕まえるって言い方ちょっとわかると思うんですよ、全てのことは。まあ、それはわかりますよ。あの人もしかしたら、うん、とんでもない人なのかもしれないです、うん、どうする、家行ったらガタガタ震えてたら本当に知らんくてたまたまでもう怖くない、こんなに自分がやってることがどんどん起こってくるってなったら、うん、まあね、うん、わかんないけど、どこまでほんその知っててやってるのかとかわかんないけど、うん、安野さんはもうシナリオを作るところで仕事終わっていて、あとはそれに合わせる世界だから、うん、もう仕事終えてるかもしれないけどね、安野、ね、さんは。でそれもとっ捕まえて聞いて聞いてやりましょうよ、本当とっ捕まえるって言い方な、ちょっとでも安野監督にちょっと聞きたいなと思ってね、うん、まあ一億円突破したらもうね、うん、ちょ聞きましょう、聞きましょう、じゃあ骨もできるでしょうし、なんぼ儲けたんエヴァンゲリオンでって聞きましょう、じゃあその儲けぐらい出すんで出てくださいって言いましょうから、すごいな、うん、はい、はいはい、ということで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。